私の JBN 芸能界テインメントワールドチャンネルへようこそ。4カ国語堪能、ナディーン・フジオカが元祖知的日本人、嵐の櫻井翔とスノーマンへの阿部亮平を撃破。資格第5位は櫻井翔、慶応ボーイでニュースキャスター。第5位は嵐の櫻井翔がランクインした。慶応義塾大学経済学部出身で、ジャニーズで初めてニュースキャスターに就任した櫻井には、慶応ボーイ、ニュースのキャスターも難なくこなす国民的アイドルだから、29歳、女性、専門職、ニュースキャスターを務めるなど幅広く活躍している、21歳、女性、有名大学を卒業している。話していることも頭が良さそう、27歳、女性、学生フリーター、ニュース番組にも出ていて、知識が豊富そう、32歳、女性、主婦、という声があった。資格第4位に、ディーン・フジオカ。第4位は、ディーン・フジオカがランクイン。日本語、インドネシア語、英語、中国語が堪能で、世界でも活躍しているディーンには、外国語が堪能、32歳、女性、主婦、知識が豊富な感じだし、すごくイケメン、37歳、女性、主婦、知的という方歳、35歳、女性、頭がいい。知的なイメージが強い、24歳、女性、学生フリーター、という理由が上がった。資格6位の岩田豪天は、家柄も良い、スノーマンオバー良平は、気象予報士資格持ち。岩田豪天は難関として名高い慶応義塾大学法学部政治学科出身。実家も大きな会社を経営していることから、家柄も良くて高学歴、27歳、女性、主婦、慶応義塾大学を出ている。知的な雰囲気がある、39歳、女性、といった声が寄せられた。また、スノーマンの阿部亮平は、上智大学大学院理工学研究科を修了し、ジャニーズ JR 時代に、ジャニーズ初の気象予報士の資格も取得している。そんな阿部には、高学歴で頭が良い、35歳、女性、パートアルバイト、すごく賢い。クイズ番組で活躍している姿を見た、39歳、女性、主婦、などの理由が上がった。資格第6位は藤木直人、中村凛也、堺雅人、岩田豪天、スノーマン阿部亮平。第6位には、藤木直人、中村凛也、堺雅人、岩田豪天、スノーマンの阿部亮平の5人が同率でランクイン。藤木直人は、早稲田大学理工学部出身のインテリだ。そんな藤の木には、高学歴で自分の立ち回りを分かっていて目立とうとしないところ、34歳、女性、総務人事、実際に学歴が高いし、知的な感じがにじみ出ている、25歳、女性、企画マーケティング、といった声が上がった。中村凛也は、現在主演ドラマ、石子と羽男、そんなことで訴えます？で弁護士役を演じている。動物好きで動物にすごく詳しい27歳、女性パートアルバイト探偵役弁護士役などをやっており知的なイメージがある24歳、女性パートアルバイトといったソフトな雰囲気を評価する意見が寄せられた。堺雅人は早稲田大学第一文学部に入学するも演劇にハマり大学を中退した。堺については、文学好きで演技も NG を出さないとよく共演者の方が言われていた、32歳、女性、リーガルハイや半沢直樹などの難しい内容のドラマで、セリフがどれだけ長文でも演技をしながらスラスラ言えるから、33歳、女性、営業販売という声があった。本サイトでは10ケラ30代の女性100人にインテリだと思うイケメンについてリサーチ。丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。